皆さんこんにちは。本日はですね、ちょっと久々になるんですけども、過去に仮面ライダーに出演されていた方、現在何しているのかなと気になる方も多いかなと思うんですけど、今回はそちらの方をやっていきたいなと思っております。まあ、以前はあの人は今という形でやってたんですけど、以前までは引退された方たちも取り上げてたんですけど、あの人は今と言っているのにその人の今にたどり着けないことが多かったので、まあ、過去にね出演されていて、まあ、僕目線でですけれども、こうテレビとかで見る機会が減った、なかなか見ないな、何してんやろなと思う人をどんどん取り上げていく企画となっております。今回ご紹介させていただくのはもうサムネの通りなんですけれども、仮面ライダーオーズが10周年ということもありまして、あれ10周年イヤーがもう終わったのかな。で、仮面ライダー、オーズに出演されておりました、メズール、ガメル、ウバ、カザリの人間体の役を担当されておりました4名をご紹介していきたいなと思っております。ニヤニヤチャンネル。まずですね、最初にご紹介させていただくのウバ役の山田裕介さん、現在33歳の渡辺エンターテインメント所属で D-BOYS のメンバー、現在もメンバーとしていらっしゃるようです。この D-BOYS というのが僕あんまり知らないんですけど、これちょっと調べてたら、結構仮面ライダー出身の俳優さんが、結構多く所属されてたり、まあ、スーパー戦隊出身の方もちらほらいらっしゃったので、ちょっとこの D-BOYS もちょっと今回気になったので、ゆくゆくは調べてみたいなと思っております。で、この山田さんのオーズ放送終了後も俳優として活動しておりまして、2018年の嵐の二宮さん主演のブラックペアンでは竹内涼真さんと同じ研修医の早見役を演じ、同年下町ロケットでは佃製作所の技術開発部の本田役を演じ、これまた竹内涼真さんと共演しておりました。で、今のところ今年はまだドラマ等の出演はなさそうです。で、一応概要欄にこの山田さんのインスタの URL を貼っております。で、現在もね、まだ活躍されている俳優さんということで、僕結構このブラックペアンも下町ロケットも見てたんですけど、やっぱりその当時はここまで注目して俳優さんを見ていなかったので、全然気づきはしなかったんですけど、まあ、調べてて、その役名とかを調べると、その当時の画像とかが出てくるんですけど、あ、この人やったんやっていう感じの、結構印象に残る役を担当されていることが最近は多いので、今後もね、いろんなドラマで、脇役が多いかもしれないですが、どんどん出てきはるんちゃうかなと思っております。ピンポンパンポン。続きまして、ガメルを担当されておりました松本ひろゆきさんをご紹介させていただきたいなと思います。現在40歳のヒルストンエンタープライズ所属、仮面ライダーオーズ出演以前も特撮作品には多く出演しておりまして、デカレンジャーでも第46話に小梅の恋人スケコ星人マシュー役で出演で、仮面ライダーカブトにも第27話に風間大輔のライバル、これはなんていうの、相良和彦役で出演、このメイク対決みたいなしてた方ですね。で、仮面ライダーオーズでは敵キャラではあるがレギュラーで出演をされておりました、このガメルですね。で、オーズ放送終了後には売れっ子俳優の登竜門、朝ドラの梅ちゃん先生にも出演されております。で、ここ最近では2018年放送のドロケー警視庁捜査参加、2019年放送のボイス緊急指令室にも刑事の香川役で出演、このドラマが僕めちゃくちゃ好きで、で現在、放送、上映中のシグナルというねドラマもすごい好きだったんですけど、その次ぐらいにちょっとハマったドラマだったんですよ、このボイスっていうのが唐沢さん主演のやつなんですけど、これに刑事役の香川、これね、これも写真を振り返って見てたら、うわ、この人がガメルなんやっていう感じの気づきがあるので、ちょっとね、これ僕調べてても、個人的にはやっぱりこの調べるっていうのもまた面白いので、皆さんも気になった
俳優さんとか今何してるのかなっていう俳優さんいたら調べてみると結構面白いのでぜひ皆さんやってみてください。でこの作品で、このボイスでね出演されていたんですけれども、共演はしたかちょっとね振り返って見てないから覚えてないんですけど、メズル役の矢作さんもこのボイスという、ドラマに出演されておりました。でそれ以降はまだ出演作は今のところなしということで、最近2020年2021年は調べた限り出演作品が見つかりませんでした。で次、先ほどちょっとね名前出ました矢作ほのかさん、当時は三木ほのかで活動されておりました。現在まだ24歳なんですね。ってことは当時は14歳だったということか、13歳14歳であのメズル役を演じてたりということで、だからその当時言うたら30歳ぐらいのこの松本さんを結構その飼いならしてたような演技をしてたって思うとやっぱすごいですね。すごいな。それは当時はエバーグリーンエンターテインメントに所属で、2017年からは、福士蒼汰さんらと同じ事務所の検温に所属。オーズ放送終了後も数多くのドラマに出演されており、2013年のいたずらなキス2では主役の相原琴子役を演じておられました。2018年放送の正義の背や僕らは奇跡でできているにも出演されておりました。で2019年放送の僕の初恋を君に捧ぐ、家政婦の三田園、先ほどお伝えしましたボイスにも出演し、ここで共演はどうだったかはちょっと覚えてないんですけど、松本さんと再会しているとは思います。で一番最近では今年の3月の8日放送神様のカルテ4話に鮎川めぐみ役で出演。もうねめちゃくちゃ可愛いんです。でよくこう調べてて現在の矢作さんの姿とかを見ていると、どっかで見たことあるなと思っていろいろね振り返ってたら、昨日ちょっとね電車乗った時に、電車の中のその広告ってあるじゃないですか、この上の方に貼ってたり、そこに矢作さんいたんですよ、この動画。でまたね今日テレビ見てても CM にもおそらく出てらっしゃるんですよ、今放送中の CM なので、まあ現在ね先ほどお伝えした24歳ということもあって、今後さらにこう活躍する女優さんになっていくんじゃないかなと思っております。で、矢作さんの Twitter、インスタもあったので概要欄のところに貼っております。めちゃくちゃ美人です。そして最後、飾り役を演じておりました橋本太太さんをご紹介させていただきます。2015年まで渡辺エンターテインメントに所属していたが、現在は事務所に所属しているかは不明。2017年よりダンスボーカルグループ、ちょっとなんて読むかわからないんですけど、カッコナチュラル炭酸として活動で、最近あのやたらと TikTok で おすすめに出てきてます、この橋本さん。でオーズ放送終了後は秋葉レンジャーやガロにも出演し、最近はやっぱり目立った活躍はなしということになっております。で現在はブレイクダンスをやっているそうで、まあ、TikTok にはアクロバティックな動画を結構上げています。橋本さんの TikTok も見つけてますので、概要欄に橋本さんの URL も貼っておきます。ということで本日はこの4名で以上とさせていただきます。次回はちょっとね誰をご紹介しようかまだ決めてないんですけども、何かこの方ちょっと気になるんで取り上げてほしいですとかっていうコメント等あれば、ぜひコメントの方よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。今回の内容が面白かったよって方はぜひ高評価とコメントをお願いします。このね高評価とコメントがめちゃくちゃ励みになってます。ということで次回をまたお楽しみに。